3月28日日曜日曇り。希望の世界が混乱してます。たけし君冗談でしょ、返事してよとの書き込みがあります。いくら待っても無駄だよ、もうたけしさんはいないんだから、もう消えてしまったんだから。無駄なのにみんな書き込みます。見てないで書き込めよとか、お願いだから何か言ってとか。返事は返ってきませんでした。